はいどうも、クリンです。どうも、小野寺です。今日はですね、小野寺くんにグラブをプレゼントしたいと思って持ってきました。マジっすか。守備の人、小野寺はクーニンズ入団前はずっと硬式野球をやっていました。そのため、軟式用のグラブは持っておらず、現在も硬式野球の時使用していた硬いグラブを使っています。硬式用のようにしっかり感は欲しいが、もう少し柔らかく軟式球との相性の良いグラブが欲しい、そう語っていた小野寺に今回新グラブを授けました。全国大会はこれを使ってほしい。それでありがとうございます。準慶グラブ知ってた？準慶グラブ、いや初めて見ました。準慶グラブ、いやかっこいいですね。実はこのグラブ、親指に45番と刺繍があるように、クーニンが内野する用としてオーダーしたものです。今年はメインポジションだけではなく、サブポジションを守る経験の場も用意する予定のクーニンズ。全部優勝したいなというふうに思っています。ただですね、オープン大会もちょっと育成の場に近い感じ、まあ、プレーの幅を広げるためにあえて違うポジションを指すことで、メインのポジションがさらに幅広がる、できるスキル上がるって場にしたいと思ってるんで、まあ、具体的には例えばですけど、本当に西田がピッチャーしたりとかする場合もあると思うし、でそれは無駄なことじゃなくて、そうすることで見えてくる部分もあると思うし、まあ、野手がピッチャーが野手するっていうのもそうだし、まあ、いろんなちょっと幅を利かしてやってみたいなというふうに思っています。各メンバーが慣れないポジションにつくことで、そこの動きや大変さを体験し、いろんな気づきを得て、最終的にメインに戻った時に動きの向上や声かけの質、全体的に上げていこうという狙いです。クーニンはその試合で使う内野用グラブとして、これまでは準慶グラブさんの JG601 モデルを持っていたのですが、もう少し大きさが欲しいと思い、601型よりも5ミリ大きくしたバージョンをオーダーしました。さらにカタログ外カラーのミルクブラウン一色のトレンドカラーにしました。また準慶さんのカタログが数年ぶりに新しくなっており、グラブの大きさや深さの好みで型番を絞りやすくなっておりました。めちゃめちゃ探しやすい。こちらの表ではグラブが大きいのか小さいのか、ポケットの位置がウェブ寄りなのか小指寄りなのか、一目瞭然で分かるようになってました。クーニンが選んだのは601型がベースなので、ポケットが小指寄りの当て取りなどがしやすいタイプ。補給面が広く、中指薬指の広さを大事にする小野寺の好みともマッチしておりました。サイズ感もめっちゃいいです。そう、これかなり大きいんだよ。大きいっすね、うん、これぐらいがいいですでしょ。そうでしょ、はい、だからね、ほんとね、これね、ほんと小野寺が預けたのマジで、ね、小野寺が持ってるね、グラブに近いのよ、形がすごくいい、大きさもなんで、小野寺に預けとけばめちゃくちゃいい形になるなと思って、おしびもうまいと思ってるし。ありがとうございます。そう、これね、純系グラブがね、グラブ業界の中ではもしかしたら一番好きかもしれないね。革がさ、革もそうだし、これね、革ね、HFB レーダーって特殊な革なんだよ。はいはい、革って大体キップとね、ステアって分かるでしょ。へー、キップのしなやかさと、ステアのね、この針とか弾力とか耐久性両方合わせて持ってる、きめ細かくて針のある革なのよ。手のひら乗っかる感じあるでしょ。めっちゃ明るいっす、形がで、軽いでしょ。軽いっす、めちゃくちゃ軽いんだけど、これね、510g ぐらいあるのよ、重さ的には。これも軽いんだけど、それ以上に軽くなってると思う。そうです、これね、ストレッチね、衣装登録してるから純慶さんだけのオリジナルなんやけど、あ、そう、普通ってさ、ウェブ紐ってステッチしないじゃん、はいはい、してることで紐伸びづらいのよ。なるほど。そう、だからね、こういう H ウェブとかもさ、普通の H ウェブってさ、結構もうちょっとさ、キュッてさしてるでしょ最初、うんうんうん、だいぶゆるゆるにつけてんじゃん、はいはい、紐が伸びないから。なるほど、紐めっちゃいいっすね。そう、紐が伸びないか、初めからね、結構もう使った感覚が出てくる、出てるからね、こう紐ゆるいんだけど、デザイン的にもめっちゃイケてますね。7万円なんです。ちょっと大事にします。まあ、ちょっともう好きなようにしてください。わかりました。それはもう小野寺の形信頼してるし、好きやから、はい、で、全国大会もこれで全力プレーでいいプレーしてください。はい、頑張ります。じゃあ早速やっていきましょう。手のひらに乗っかる軽くて丈夫な準慶グラブを一発で気に入った小野寺、アップの時もグラブを離しません。
そして年末のその試合でいきなり実戦投入。それくらい純慶グラブは手なじみがよくしなやかなのです。そんな小野寺に打球がなかなか飛びませんでした。センターからもクーニン、小野寺がちゃんと使っているのかなと守備そっちのけでグラブが気になりました。全国大会は彼がこのグラブで活躍してくれることでしょう。重さ以上に軽く感じる高品質で、そして唯一無二のグラブが欲しい方は純慶グラブがおすすめでしょう。衣装登録されたウェブ紐のステッチ加工は見た目のインパクトも十分。さらにウェブ紐は追加オプションでロゴが入ったレースにすることも可能になっておりました。個性を発揮されたい方には嬉しいオプションが増えた純慶グラブさんでした。気になった方はぜひお試しあれ。これまで取材したお店ではベースボールマリオさん、そして坪井スポーツさんが純慶グラブをたくさん取り扱っている店舗さんでしたよ。それでは今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。